バチラ巡はサッカーが大好きでした。寝ても覚めても朝から晩までずっとずっとボールを蹴って暮らしていました。とりわけドリブルが大好きで、たまに感じる、あ、いけそう、ボールと自分が一心同体になるみたいな感覚が最高で、これ以上楽しいことなんてこの世界には存在しないってめぐるは信じていました。バーン、つまんない、帰ってゲームしようぜ。なんで、なんで、みんなもボールと一緒になればいいのに。そしたらすごいプレーできるじゃん。サッカーより楽しいことなんてないじゃん。なんか怖いよ、おかっぱだし。行こうぜ、変だろこいつ。俺は変じゃない。は、キモいんだよ。俺は変じゃない。めぐるは変じゃないよ。だよね、ママ、絶対あいつらが間違ってる。間違ってはないよ。めぐるには感じられることが、その子たちには感じられないだけだ。じゃあどうすればいいの？俺は一緒にサッカーやりたいだけだよ。ゲームするよりずっと楽しい。偉いね、めぐるは。自分の信じたいものがあるって素敵なことだよ。それを信じて生きればいい。大人になっていくとね、みんな信じたいのに信じられなくなる。それで聞こえないふりをしてるうちに、自分の声は本当に聞こえなくなる。めぐるが信じようとしてるのは、そのくらい儚くて大事なもの。それは自分の心の中にいる怪物の声だ。ママもね、ずっとその声を信じてるの。